はい、今どこを走ってるかというと新青梅街道家からですね、今25キロぐらい走ってきまして、走り始めたのは5時半ぐらいかな。で朝は、新青梅街道といえどもあまり人が、車通りが少なくて、結構なスピードで走れてたんですけども、ここに来てちょっと信号待ちとかに、結構引っかかるように、あまり、スピードは、距離が稼げないんですけれども、多分あと10分ぐらいで、青梅の、あ、7キロですね。もうちょいだ、ということで今日は、青梅まで、行ってみようと思いました。結果的に昨日も結構走ったんで、今日も乗るかどうかというのは迷ってはいたんですけれども、Apple Watch の、WatchOS8、これで、ワークアウトの、バイク、自転車ですね、サイクリングの時に、音声フィードバック、スピードとか距離とか、その辺が出るんじゃないかっていう話があって、これはアプローチの新機種であるシリーズ7で実装されるというふうに言われているんですけれども、ひょっとしたら今のシリーズ6とかでもできるんじゃないかなという説がありまして、それの検証のために走り出そうという、そういう試みだったんですけれども、 AirPods Pro を片方だけつけて走ったらそれでフィードバックがあるんじゃないかなと思ったんですが、結局音声フィードバックっていうのは、そうですね、そのワークアウト、まあ、今回10キロっていうことに設定したんですけども、10キロの最後のところにワークアウト、エクササイズ終わりましたっていう、それだけでした。でアップルの動画とかあのウェブサイトでの説明を見ると、ハーフウェイ、その目標としている距離の中間点で、音声フィードバックはあるような感じではあったんですけれども、それは特になくてですね、あとシリに、アプローチに、今のスピードはとか聞いても、スピードということに関するウェブサイトの検索、 Google 検索の結果を出してくれるだけで、特になかったということで、やはりこれはアプローチシリーズ7の新機能ではないし、それに特有の機能ではないかなと、想像しています。でアプローチの新機種はもうそろそろレビューアーの手にも、渡っているようなので、その辺もちょっと検証してもらいたいかなと思います。まあ、どの道僕も買うことにはなるんですけども、まあ、もし手に入れたら快速で、これをつけて走ってみたいと思います。本当に再婚がいらないかどうか、いや再婚はいるんですけどね、結局、GPS のトラッキングとか、ケイデンスとか、そういった総合的なセンサーをまあ、オフラインで、残しておいて、それで後で、動画、まあ、この GoPro で収録している動画と合わせてガッチャンコさせて、画面の、どこかにスピードとか、ケイデンスとかを表示させる、そのマージする方法とかいうのも、以前上原さんに、教えていただいた技があって、まあ、それも全然使ってないんですけどね、そういうのも使えるようになって、ますます GoPro とか Apple Watch とかを活用できるような、そんな体験になって、まあ、体力もついたしね、そこそこ、
まあ、自信もっていうほどではないんですけども、まあ、前よりは走っても息切れすることなく、体がきしんだりすることもなく、それともまだ今日はね、これ地上前なのであまり無理はできないんですけども、ね、ウィークデーなので、とにかく音声はどうですかね。今ヘルメットマウントしてメディアモジュラーをつけて、収録してるんですけれども、この辺鳩の糞がすごいな。上からカラスか、落とされたようだ。今ここはどこでしょう。工業団地入り口、大阪大塩、行ったことないんだよな。今家から、26キロ地点。ちょっと信号待ちでこうやって集めるのも結構いいです。あ、山田うどんだ。山田うどんって都内にあるんだね。山田うどんといえば埼玉の、特有のローカルチェーン飯、屋さんなんで、寄ってきたわけです。2階建ての場所がある。もう結構細かく刻まれるね、この信号。昨日、風呂をねちゃんと沸かしたんですよ。で、自転車の、まあ、ライドから戻ってきて、すぐに風呂に入れるとなかなかいいような、そういう季節になりましたよねということで、今日はリモートから、お風呂の追い炊きをしておくという技を試してみたいと思います。まあ、できるのは分かってるんですけど、あれ、オウムのあれがないぞ。これが圏央道で、小作と書いて小作と読むんだ。御嶽と書いて御嶽か。ここに所沢があるのはちょっと違和感がある。というのは所沢、この間多摩湖に行く時に途中で寄ってったんですよね。というか、多摩湖の向こう岸が、もう所沢球場なので、割と所沢って近い感覚があるんですよ。こうやって喋りながら走ってるんですけれども、音は聞こえてるんですけど、
の動画、昨日はタマーサイクル、の名物カフェである、クロスコーヒーに行って、多摩川沿いをちょいと走ってっていう、そういう動画を、マツオサイクログで上げましたけども、今日も編集する時間もあるから、うまくできたら、夕方あたりに夜あたりに、お届けできればと思います。まあそのために今ねこう GoPro で収録してるので、おお、青梅市街というのが見えてきたよ。こうしばらく行ってないな、青梅。この新しい、自転車でマイ、ロードバイク、フェルト、Z5、 これで行くのは初めてなんですよね。おっと、スクルスクル。走り出したときはちょっと、霧雨的なものがバラついたんですけど、とりあえずこれも開けて、まあ曇り空ではありますけれども気持ちいい、気候です。まあ走ってるとそれもちょっとよくわからないけれども風が当たるので相当汗は流している感じがします。新青梅街道は、まあ、ほぼフラットな、道で、しかもまっすぐ、まあ、途中ね、さっき、そのビデオを撮る直前ぐらいに、ひどい、道がありました。階段があってですね、自転車はそれを階段を手で持って渡れて、で自転車をこう横で滑らすようなそういうスペースもほぼないような状況で、これどれだけ、自転車乗りがその圧制を、受けてるのかっていう、それでも季節がいい時にこの辺走ると気持ちはいいですよね。で今なんかね、まあ、ほとんどこっちの、トラックは、車がいないんで、もうただ一人、このレーンは、僕以外はほとんど走ってないという。なかなかナイスな自転車道になっています。まあ多摩祭にしても荒祭にしてもそんな長距離ね、自転車だけで、ぶっ飛ばすっていうのもなかなかできないんですよね。でそれよりは早朝のこのあまり車がない時間帯に、こういう幹線道路行く方が、まあ少しの強化にはいいのかもしれません。まあ、とは言っても、ロード乗りは全然見かけないです。やっぱ乗る人はサイクリングロード行ってますかね。で、この場所が、野上。野上なんか聞いたことある。業務スーパー。
もう、ね、そんな距離感なの。ジョナサン、青梅街道、ここ青梅街道かな、新青梅じゃなくて、そういうこと。新青梅街道を進んでると思ったらいつの間にか青梅街道になってるっていう、まあ、目白通りとかもそうですよね。目白通りがいつの間にか新目白になってたりとか、この辺がよくわかりません。ちょっと後で、調べてみます。なんか市街地らしくなってきたと思います。しっかり人が住んでる感じが、今30キロぐらい、このまま帰れば、60キロ。そうですね。なんか、標識が出てきた。青梅市街。この先200メートルで、右に曲がりそうです。憧れの青梅、666ではありません。それは青梅です。市街か。入るところですね。今のところ1時間42分。多分こっち方面が青梅市街だと思うので、とりあえず走ってみます。
なんかレトロな看板とかね、結構あった記憶があるんですけれども、どうなってますでしょうか。ここは自転車見た方がいい、地図を見た方がいいですかね。なんか空気が少し、気温が1レベルぐらい、低くなってる感じがします。さすが青梅。全然違いじゃないか、ここは。ちょっとやっぱり地図見ますか。斜めってるから自転車の人に転ぶ可能性がある。これが旧青梅街道らしいです。青梅街道、新青梅街道、そして旧青梅街道。ここまで来たらもう青梅に来たと言ってもいいのでは。
もうバスが来たということは、あっちの先が大梅駅だったりするのかな。もうそれっぽい感じになってきたかな。もうちょいレトロっぽい。おー、急か。やっとあれですよ、青梅ですよ。これぞ青梅。その前、そっちからも戻ってきたんだ。これですよ。これが青梅。昔の昭和だか大正だか、その頃の趣をとどめた。イエスタデイはスモア的なそういう街並みですね。閉まってますね。どこに入れる店はなさそう。この先を行くとそのまま奥多摩に行けるらしい。はい、じゃあもう、これは堪能したということで、あとは帰ります。では、U ターン。今ちょうど2時間、これから2時間で、帰れるかな。迷わなければ、1時間40分ぐらいで帰れるとは思いますけれども。